函館ってなんかすごくチャレンジしやすい環境だなと思っていて、まあ、東京に比べるとやっぱり生活費、家賃が安かったりするんで、気軽にこう今までできなかったことにもチャレンジできるかなと思って、まあ、とはいえそんなに田舎すぎないっていうところもポイントかなと思ってて、なんか今の暮らしにちょうどいいっていう感じです。本当に七飯町の魅力って自然豊かだけどこう利便性もあってっていうところだと思うので、車少し走らせれば函館の街もあって、なんかこう赤ちゃん用品とか子ども用品買いに行くのもすぐ買いに行けますし、こうゆったりしたところで子育てしたいけど利便性もあってっていう、こうちょっと何ですかね、欲張りな方にはすごく子育てしやすいのかなとは思います。そこが魅力かなと思います。前は車のエンジンの製造をやってたんですけど、今は農家をやっています。やっぱり自分作ったのは一番おいしいかなって思いますね。通勤時間がもう短くなったので自分に自由がすごいできた。朝起きて仕事に行って、犬の散歩をしてご飯食べて飲んで寝ます。皆さんにはこの渡島館内に移住してきて良かったこと、そしてちょっとした困りごとなんかもね、この機会に本音で語り合っていただきたいなと思っております。私は本日の進行を務めます高橋智美と申します。よろしくお願いいたします。それでは皆さんの自己紹介もお願いしたいと思います。藤井さんからお願いします。はい、藤井拓と申します。神奈川県横浜市出身で、東京に長く住んでたんですけども、今回、2021年の11月に移住してきて、ちょうど今で1年ぐらいになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高橋さんお願いいたします。はい、高橋咲です。もともと生まれも育ちも香川県で、2019年の5月に、七飯町に移住してまいりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは滝川さん、自己紹介お願いします。滝川龍太、函館市出身です。長いこと神奈川にいたんですけど、2018年に知内町に移住しました。今日は本当に皆さんよろしくお願いいたします。ではまず移住したきっかけを皆さんお一人ずつお聞きしていきたいと思います。まず藤井さんですけれども、奥様が函館出身なんですよね。そうですね、はい。まあ、奥さんと結婚、東京で出会ったんですけども、まあ、結婚の流れでこう函館と東京をこう何回も行き来していくうちに、すごく距離感も近いですし、僕自身がちょっと函館を好きになってしまって、で奥さんを説得して函館に移住しようっていう流れになりました。奥さんがではなくて藤井さんが、はい、僕の方からですね、はいはい。どんなところ好きになったんですか？そうですね、やっぱり東京に比べて自然が多くて、まあ、海も山もありますし、なんか都会感もなんか田舎すぎずちょうどいいかなっていうところがすごく気に入りました。高橋さんもご主人がここ地元だったということなんですよね。はい、夫が七飯町出身で、ただ出会いが私の地元の香川県で、まあ、同じ職場で出会ったんですけれども、はい、でまあ、結婚の話が出た時に、じゃあどちらがどちらに移り住む、香川に移り住むか七飯町に移り住むかっていう話をした時に、そうですね、私が今の仕事を夫に辞めてほしくなかったことと、あとはやはり私が何回か七飯町にお伺いしたいことがあって、自然豊かですごく住みやすそうだ、自分が田舎育ちだっていうこともあるので、うん、自然豊かなところで住みたいなっていう思いもあったので、それで七飯町に住んでみたいなと思って移住を決めました。さあ、それでは滝川さん、はい、自己紹介でもありましたが、はい、函館のご出身ということで。あ、そうです、はい。でも神奈川県の暮らしを経て、はい、知内町にやってきたんですね。はい、どういうきっかけがあったんですか？祖母が松前出身なんです。
最初は漁師をやろうと思って、はい、松前にそのまま住もうと思ったんですけど、父親に反対されまして。反対があったんですね、はい、で知るうちに移住をしようと決めました、はい、何か知るうちに決め手はあったんですか？なんかのセミオーダー住宅制度っていうのが前ありまして、はい、それで新築一軒家を建ててもらったんですよね。あ、そういう制度が当時あったんですね、はいはい、そういうのに惹かれて知る市長を選びました。いいお家に住まわれてるんですか？そうですねあれですか、2階建ての。2階建てです、はい、薪ストーブで。いいですね、北海道の冬は寒いですから。そうです、薪ストーブは大活躍じゃないですか？大活躍ですねこれから楽しみですね。そうです。はい、さあ皆さんの移住したきっかけお聞きしてまいりました。今度はちょっとお仕事について聞いていきたいなと思います。まず藤井さん、はい、今のお仕事どんなことされてますか？はい、東京からずっ と、広告のデザインをやってまして、はい、デザイン、グラフィックデザインとアートディレクションですねをやってまして、今でもリモートで継続で続けています。であと函館に来てから、僕の奥さんがもともと東京で飲食店をずっとやってたんですけども、それもあって、函館ではデザイン事務所兼カフェみたいな形で、新しいことにちょっとチャレンジしてやっております。そうなんですね。この函館に移住してきてからそのお仕事の関わり方とかに変化ってありましたか？東京で長く働いてたんですけど、函館に来てからなんかこうお客さんとの距離感が近くなったような気がします。函館のお客さんは特にですけど、はい、東京とはねやっぱり物理的に遠くなっちゃったんで、あるんですけど、函館のお客さんとは割と近い距離感で仕事ができててすごく楽しいですね。事務所兼カフェという感じですけれども、はいはい、カフェの方は新しい取り組みということですよね？そうですね、僕も飲食今まで未経験だったんですけども、エスプレッソのコーヒーを入れるのを練習したりとか、はい、あと食べ物を出したりお酒を出したりっていうのをちょっとやってるんですけども、グラフィックデザインってすごくクローズドな環境であったので、直接お客さんとやり取りをするっていう仕事はすごく新鮮で楽しいです。そういう新しいことにチャレンジできる土台っていうのはあるんですか？家賃が安いとかっていうのが東京と比べてチャレンジしやすい環境なのかなとは思いますね。そういう意味ではこう何か挑戦しようっていうのがやりやすいんですね。そうですね、なんか東京に行ったらなんかそういうチャレンジングなことをしようともあまり思わないと思うんですけど、なんか函館だからできるかなっていう結構可能性を感じましたね。そうだったんですね。さあそれでは高橋さん、はい、今はどんなお仕事をされているんですか？今は、高齢者の住宅と介護保険事業所を運営している会社の、総務で働いています。子育てをしながら働くっていうのはどうですか？順調ですか？そうですね、自分自身としては、息子の風邪をもらったりとか体調崩す面も少しあったりはするんですけれども、会社の方々はこう休んだりとか、もちろんそれでご迷惑がかかってるとは思うんですけれども、そういったお休みをいただくことに対してすごく理解をしてくださる会社なので、すごくありがたい環境で正社員として働けてるなとは思ってます。では滝川さん、今はどんなお仕事をされてますか？法人の農家にて、はい、ニラとトマトの栽培管理をしています先ほど漁師になりたいという夢を語っていましたが、はい、前職はどんなことを？前職は横浜で車のエンジンを作っていました。全く違うお仕事ですよね。全く違います、ね、はい、なんで、こう農家になろうとなったんですか？役場職員の方が漁師は難しいよと、新規で入るのは今一番農家がいいかもしれないねと言ってくださったん で、はい、で農家を見に行ったんですよ、うん、そしたら自分に合ってるなと思って、で農家に勤めました、はい、大きく仕事ができるっていうか、なんかアグレッシブというか、うん、もともと外が好きなんで、はい、そういう仕事の方が僕には合ってるかなと、うん、いい点はやっぱり品質のいいニラトマトができた時ですかね、うん、ちなみに滝川さん、そのままお聞きしたいんですけれども、はい、ご家族についてちょっとお聞きしていきたいなと思います、
今は奥さん1人とペットが3匹、ワンちゃん3匹です。ワンちゃん3匹、はい、どうですか、向こうで一緒にペットたちと暮らすのと尻打ち町に来て暮らすのって何か違ったりしますか？やっぱり犬的にも田舎の方がなんか体とかがすごい良くなりました。 毛並みとか。あ、毛並みまで変わるんですね。はい、変わります。病気も治ったんですよね、皮膚炎みたいな、はい、もう完全に完治して、へー、もう16歳まで今生きてます。それはこう空気が美味しいだとか何か思うところ、これが良かったんじゃないかなって思うところあります？やっぱり空気と水じゃないですか、ね、はい、違いますか？違います、ね、まるで違います。うーん、ちなみにトマト、ニラとか畑でお野菜が、はい、取れると思うんですけども、どんなお料理されるんですか？トマトはミネストローネにしたりとかミートソースを作ったり、はい、ニラは単純にオイスターソースで炒めたりするのが一番好きですね。今までってそういう、こうお料理に対しての情熱ってありました？はい、まるでなかったです。あ、なかったです。やっぱり横浜にいた時は店に行って食べた方が安いんで、あ、はいはい、作ろうともまずしなかったですね。うんうんうん、その分尻打ち町に来てからはお料理の時間とか増えたんですか？増えましたね。食べに行くところないんで。いい点でもあり、ちょっと、はい、まあ、お困りごとというか。そうですね。でいっぱい食材ももらえるんで。あ、自分で育ててるだけじゃなくて、ご近所さんから、農家さんからほうれん草とかとうもろこし、あと松前行けば魚もらえるんで、はい、いいなと思って同じな羨ましいな、羨ましいな。でもなんか物をもらうことがすごく増えましたね。はい、なんか近所の方からなんかトウモロコシをもらったりとか、なんかどこどこ行ってなんかもらってきたからなんかあげるよみたいなのは増えたかなと。東京だとご近所付き合いっていうのはなかったんで、なんかそういう点ではなんか面白いなと思いますね。今藤井さんも滝川さんも共通してトウモロコシって言っていましたけども、はい、お味は違いますか？全然違いましたね。全然違いますね。皆さんうんうんとうなずきが。白いトウモロコシを一回いただいたことがあったんですけど、なんか生で食べても美味しくて、茹でる前でも結構驚きましたね。衝撃的でしたね。北海道のお野菜って高橋さんも違うと思いますか？違いますね。普通のスーパーでお買い物してても、そのスーパーで売ってるものがすごく美味しいので、なんかこう、何でしょうね、何買っても美味しいなっていう印象はありますね。うん、特になんか衝撃を受けたお野菜、食材ありますか？あ、でもやっぱそのおっしゃられてトウモロコシがすごい甘いのと、やっぱり七飯町リンゴが特産なんですけれども、リンゴの甘さが本当に尋常じゃないと言いますか本当にこんなに美味しいんだと思って、すごく甘いなっていう衝撃は受けました。滝川さんはトマト、ニラをご自身でこう育てていらっしゃいますけれども、はい、その今まで食べてたトマト、ニラと何かこう向き合い方変わったりしました？あ、トマトはもう真っ赤にして木から取ったトマトはやっぱり一番美味しいですね。取れたてを、まあ、ちょっと楽しめるっていうのも。あ、そうですね、喉乾いたなと思ったらハウスから取って食べたり。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか？自由にやってます。あ、自由にやってるそうなんですね。ちなみに滝川さん、あの神奈川でこうお仕事されていた時から、はい、今のこの農家のお仕事なんですけれども、はい、こう通勤時間とかっていうのは変わりました？まるで変わりましたね。通勤で横浜の時は1時間半ぐらいはかかってたんで、はい、本当に寝に帰る家、年に帰る家、帰る、うん、あ、出ますね、はい、高橋さん、ご家族はどういった構成なんですか？はい、今は夫と1歳の息子と3人暮らしで、はい、家に住んでおります。はい、普段はどんな時間を過ごしてるんですか？そうですね、平日ですと、私と夫が共働きで息子が保育園に行っているので、バタバタとこう一緒にご飯を食べて準備をしてって、で保育園に送り出してで仕事をしてっていうバタバタした日常ではあるんですけれども、休日は何か予定があるときはもちろんその予定こなしてなんですけど、何もないときは函館まで車を
走らせて息子のものを買いに行ったりあとはまあ公園に行ったり、まあ、七飯町ですと大沼に行って散策をしたりとかっていう休日を過ごしてます。自然豊かなところなので、あの普通に散歩に出かけるだけでも、あの息子のこう赤ちゃんの頃に出かけてもなんかこう心配がないといいますか、都会だとやっぱりなんかこうなんでしょう、イメージとしてですけれども車の排気ガスが心配だったりそういった空気の面でやっぱり田舎に住んでるとそこが安心だなって思ってるので、なんか安心してあの子育てできているなと思ってます。藤井さんのご家族はどういった構成なんですか？僕と奥さんと、今度3歳になる子供が息子がいます、はい。ご家族と過ごす時間って、あの移住した後される前、何か過ごす時間に変わりはありますか？なんかやっぱりあの一緒にいる時間は長くなったように思います、はい。今、平屋の一戸建てを賃貸で借りてるんですけども、庭じゃないですけど、まあ、あの外であのちょっとしたスペースがあるので、そこであの七輪出してお肉焼いてみたりとか、冬に雪が降ったらちょっと滑り台を作って子どもと遊んだりとか、そういうのはなかなか東京ではできないかなと思ってて、そういうのがなんか素敵だなと思います。やっぱりお家の中にお庭があるっていうのも、こう北海道の広い土地ならではな。そうですね、東京で庭付き一戸建てなんてなかなか入れないので、はい、そういう意味ではゆったりと暮らせてるかなと思います。逆にちょっと物足りないなってとこはありますか？そうですね、ちょっと大型の商業施設とかがなんかせっかくなんであったりすると少し遊べたりするのかなとか思ったり、あとはあれですね、子どもの遊び場っていうところが、そうですね、自然は多いんですけど、いわゆる遊び場っていう、まあ、例えば水族館とか動物園みたいなのがあったらいいなとは思います。そうですよね、はい、もう私のこの視界の中でうんうんって高橋さんの大きなうなずきも見えてますけど同じく感じるところですか？いや、そうですね、やっぱりこう遊ばせるってなると公園行ったりとかっていう選択肢になるので、うん、なかなか、うん、確かに商業施設はないなとは、うん、そこあったらいいなと思いますね、うん。やっぱ知るうちは鹿が怖いですね。鹿、この間もうちの横3匹走って行って真っ昼間ですよ。ご飯食べてる時に鹿だっつってめちゃめちゃ大自然の中に溶け込んでるんですね。そうです。だってもう看板がありますもんね、鹿注意の看板が、はい、動物注意が鹿ですからね、はい。農作物を荒らされたりとかっていうのはあるんですか？と豆もやってるんですけど、豆の畑はたまにやられてます、あと野ウサギ、ウサギがいるんですね。キツネとかいるんですか？キツネ、ウサギ、クマ、鹿、クマ怖いですね。燃料代は高いですよね。高いですね、確かに。結構びっくりするぐらい高いと思いますけど冬はすごくなりますね、はい。今ガス代がすごく、あの何でしょう、パネルヒーターっていうので今やばいですね、あれ。家あのパネルヒーターなのでガス代が冬すごく高くて、でもまあそれのおかげですごく暖かいので、うん、薪とかって結構お金かかるんですか？薪は隣の家の人薪なんで、あ、この間、この間2トンぐらいもらったんですけど、多分 2、3 ヶ月は余裕で持つ。それタダでくれるんですか？タダでくれる。すごいですね、はい。でも自分で薪割ってみたいな、チェーンソーで切って割って、あ、チェーンソーで切るんですね。隣の人は割ってくれてたやつをくれたんで、よかったですね。めちゃくちゃ親切ですね。俺にシャインマスカットありました。あ、今の暮らしの中で、あの好きな景色、好きな場所っていうのって何かあったりしますか？僕は毎朝、家からあと事務所、あのお店まで、自転車通勤してるんですけど、海岸線をこう走るんですよね。それが毎日すごく気持ちよくて、毎日海を見ながら走ってるのがなんか贅沢だなと思いますね。いいですね。毎日のようにそばにあるわけですからね。そうですね、ちょっと悦に浸りますよね海沿い走ってる自分かっこいいなみたいないいですね、はい、それも含めてもう癒しというか、はいはい、確かにわかります。
高橋さんはどうですか、好きな景色とか。そうですね、大沼がやっぱり好きですね。なんか四季それぞれで見える景色が違うので、春夏だとこう新緑と大沼とっていうその景色がすごく綺麗なんですけれども、今時期の秋ですと紅葉が綺麗ですし、冬は冬でこう雪が積もってるとか氷が張ってる大沼っていうのもまたそれもなんかこう風情があって、なんかこう写真を撮るとすごく絵になるんですよね。だからこう散策するのも好きですし、写真を撮りに行くのも好きなので、やっぱり大沼好きだなと住んでて思いますね。本当に観光地っていうものが通える範囲にあるっていうのは面白いですよね。そうですね、毎日通勤の時に知内川の横を通るんですよ、はい、すると前に浅間岳が見えるんですよね。でそこに雪が積もったなとか、まだ積もってないねとか、雪溶けたな溶けてないねみたいな、そういう景色は好きですね。もう本当に高い建物がない分、山っていうのが見晴らしいですよね、はい、これから雪のシーズン迎えますけれども、北海道は雪っていうイメージはありましたよね。ただでも東京にいてなんとなくこう、まあ、雪に対して警戒がすごくしてたんですけども、実際住んでみたら、まあ、そこまで函館に関して言うとそんなにひどくないのかなと思って、雪かきとかもそんなに、ね、困る範囲ではないと思うんで、ね、なんか雪の壁とかできちゃうような街ではないので、住みやすい方なのかなと思ってます。北海道の中では道南はまあ雪があんまり積もりにくい地域だよとは聞いていたので、まあ、それでも積もるのは積もるっていうのは聞いてて、ある程度覚悟はして移住はしてきたんですけど、まあ、七飯町っていうちょっと、まあ、山にあるので比較的積もることは積もるんですけども、それでもやはり他の地域と比べればそんなに積もらないので大変ではこう毎朝の恒例行事として冬はやるので重労働ではあるんですけれども、それでもまあマシな方かなと思って、まだまだ全然、私としては住んでよかったなと思える範囲なので、大変さよりは良かったなが上回ってます、はい、よかったです。滝川さんは、まあ、体力にもご自信がありますよね、はい、雪かけはへっちゃらですか。大丈夫ですね。大丈夫です。うちの奥さんもやってくれるので、はい、知内町なんか除雪に力を入れてるのかすごい綺麗なんですよね。あ、なるほど、はい、道路なんて削りすぎじゃないのってぐらい逆に危ないんですよ。危ない、ギリギリ削りすぎて、はい、函館に比べたら雪深い知内町は多いですね。それこそ雪の山はできる方ですか。うちの家の横が本当雪投げる場所なんで雪の山ですね、うんうん、今年は1回出れない時があって、積もりすぎてて昼から会社に行きました。あ、やっぱりそこは北海道あるあるなのか。北海道あるあるです。雪すごいから仕方ないねみたいな感じなんですね、はい、そうです。ちなみに皆さんはこう車をお持ちなんですね、はいはい、車があるとどうです、過ごしやすいですか。そうですね、市内でいうともう車で15分走ったら大体どこにでも着いちゃうので、そうですね、まあ、もうなくてはならないような感じですね、はい。まあ、七飯町に住む場合は車は必須かなとは思うんですけれども、まあ、それも運転苦じゃないからいいかなっていうところもあったので、はい、それは車走らせれば全然どこでも行けるので便利だなとは思います。滝川さんは知内町はやはり一番車が必須な地域ですよね。車ないとやっていけないです、ね、はい。その分函館って近い距離ですか。今はもう高速も通っちゃったんで近いですね。3、40分で。あ、そんなもんなんですね、はいはい、じゃあそんなに函館市じゃないってことがま、デメリットではないというか。あ、全然逆に、うん、なんだろう、人が少なくて自然豊かでいいなとは思います。ちょうどよく函館にも、はい、なんなら札幌にも行けるぐらいの。そうです。では改めまして、移住した地域、皆さんのお住まいの地域の魅力、そしてこれから移住を考えている人への
何かアドバイスなどがあればお聞きしたいなと思います。函館はそうですね、僕の感覚で言うとすごくちょうどいいっていうところがあって、まあ、それこそさっきも言ったんですけども、海と山が近かったりとか、都会感もなんかそこまで田舎すぎず、まあ程よい都会というか、空港も近いですし、まあ、都会に行こうと思ったらすぐに行ける環境であったりとかですかね。なんかすごく暮らしやすい街だなと思います。藤井さん自身はこちらに来てから新しいことにもチャレンジされていますよね。はい、函館っていう街の規模がちょうどいいのか、チャレンジしやすい環境はすごくあると思うので、何か新しいことをやりたいなとか思っている方は結構おすすめかなと思います。七飯町は、自然豊かなところでもありますし、少し走らせれば函館の街都会にも、すぐ近くに行けるので、そういったこう住みたいのは田舎だけどでも便利さも失いたくないなっていう、私みたいなちょっとわがままな方にはすごく住みやすい土地かなと思いますので、これからこう移住を検討している方にはやはりまあ雪は少し降りますので、雪かきが少しするのは苦じゃないよっていう方とか、あとは車の運転苦じゃないよっていう方にはすごく住みやすい土地だと思うので、そういった方にはぜひぜひ来ていただきたいなと思います。知内町は海も川も山も全部ありますので、自然豊かでとてもいい場所だなと思います。函館にも30分くらいで行けちゃうので、すごいいいかなと思います。役場職員の方がすごい熱心に仕事とかも紹介してくれるので、まずは電話してみてください。いいですね、それぞれ皆さんのこう暮らし方、お住まいの感じ聞いていて、ちょっとでも皆さんに魅力が伝わればいいなと思います。私も札幌から移り住んできて、なんかこう分かるなっていう部分もたくさんありました。ぜひぜひこれから移住を考えているという皆さんは、先輩たちのご意見を参考にしていただければと思います。本当にたくさんのお話ありがとうございました。ありがとうございました。